愛媛 CATV どこでも使い放題、工事不要のインターネット、イーネットエア。この番組はホームゲームを中心に愛媛 FC の試合情報や活躍した選手、愛媛 FC のイベント案内などをお送りします。ファイト愛媛 FC ホームゲーム直前、ドイーネ三泊ダイアリー。どうも愛媛 FC 営業部の土井壮介です。さあ今回番組一緒に盛り上げてくれるのはこの二人です。自己紹介お願いします。背番号36番鈴修吾です。お願いします。そして背番号11番内原優太です。お願いします。早速いきましょう。エヒペディア、よいしょ。選手のウィキペディアを濃くして、まあこうよりまだこう情報をね深くして、まあ新しく好きになってくれる人とか今のサポーターにより好きになってもらおうという企画でございます。まずは辻選手のウィキペディアを告知。去年名前変わってないです。いやいや、でも2023年この第7節かまとまわれ佐野木からレギュラーの座をつかみ取り、守護神として愛媛 FC J3 優勝に貢献、リーグ年間ベスト11にも選出されたと書いてますよ。ただおめでとう、お子さんが生まれたということで、はい、何月でしたっけ。5月23日に、はい、女の子が生まれました、はい、ちょうど怪我してる時に、ね、ちょうど怪我してる時に、はい、はい、でもまあ、立ち会えるか分かんないですよ試合があったらとかって言ってたうまいことなんか怪我して、いいか悪いか分かんないけど、まあまあまあね、まだそれで立ち会って、立ち会って一緒に頑張って、はい、藤原くんも、はい、今年ね生まれて28だ、もう1週間以内に。どうパパは。パパはもうやっぱ生まれる前はこう楽しいいことばっか浮かんでるけど、いざだったら俺んちは結構泣いてたんで、結構大変だったっすね。ああそう、生活1日のルーティンだいぶ変わったんで。まあ確かにね、その赤ちゃんがいるから、赤ちゃんがもう主役なんで。ああまあそうか3人の中 でもそれを中心に全てが回ってます。出たね今のパパワード、赤ちゃんが主役なんで。いやほんまにそうっすよ。あそう、藤原くんも、まあ、基本的にやっぱ赤様、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 赤様を中心に回るよ、ね、あそう奥さんとこう密に、例えば練習終わりとかね、うん、連絡取って何時に帰るよとか、あそうですね、そういうのやっぱ増えるの。だから遠征行ってる時がどうみたいな、今どんな感じみたいなね。で、まあ、写真が送られてくるみたいな。そうよね。言ったら妊娠中というか奥さんが、はい、そういう話してたの、その、なんていうの、新米パパ相談みたいな、2人でというか。あーでも、そこ、うん、そう、まあ、何買ったとか、まあ、そうっすね、本当に。あ何買ったまだ買ってないみたいな、そういう話。結局もうぶっつけ本番だから。あいざいないと、本当に何が必要か分かんなかったから。なんか同じタイミングで子供生まれたら、うん、ちょっと親近感みたいな。確かにあるよね。私やっぱ奥さんにとってもありがたい存在ではあります、ねうんうん、奥さん同士が、うん、やっぱりこの苦労を分かち合える人がいないってのはやっぱどうしても孤独に感じちゃうと思う、うん、いいですね。それをこう中国の奥さんと、うん、あれこんな番組やったっけこれ。いいんじゃないですかよ。なんかじゃあ藤原くんからそのパパ以前パパ以後で、あるあるで普通にめっちゃ寝不足そう。ああそうマジで最初はそう。ああそれはね、練習来る時間もやっぱちょっと遅くなってたし、もう多分夜寝れなくて、でまあ嬉しい苦労というか、来たら来たでもうなんかげっそりしてるし。ああそう。えそのプレーでないの、その例えばキャッチした後になんか高台出るみたいな。キャッチは柔らかくなった。キャッチは柔らかくなった。ボールの扱い方はだいぶ大事に、以前よりもっと大事になってるかもしれない。やっぱなる、その辺は。かも、かも。かも。じゃあもうそれはもう書いてもらおうだから。赤ちゃんが第一子誕生を機に、キャッチがソフトになった。じゃあちょっとまだね、まあ、新しくなったニュー辻くん、まあ、そのプレー以外のところも見れると思いますんで、ぜひとも皆さんどんどん書き込んでいってください。9月21日はホームで山形と対戦します。熱い応援お願いします。せーの、ドイーネ、みんなで愛媛 FC を応援しよう。ファイト愛媛 FC。